どうもこんにちは、中地です。今回は雑談していきたいと思います。関係ないんだけど、買い物ってさ、皆さん、Amazon とかで済ましちゃうこと多いですかね？それとも、お店に行って買うのが好きですか？で、僕はね、もう Amazon でいいやろって、Amazon とか楽天とかなんかそういう、ネットショッピングのものでよくねって思っちゃうんですよ。で、そもそも並ぶのがすごく嫌いで、で、レジとかめちゃくちゃ並んでるとそれだけで、ああ、今日いいかな。買い物欲しいもんあったけどいいわーってやめちゃうぐらい、あまり並ぶのが好きじゃなくて。で、ただね、その、オンラインで何かを買うときって、でたまにこう必需品とかだったらいいんですよ。ウィルキンソン買おうとかだったらもうウィルキンソンってウィルキンソンしかないからいいんだけど、例えばノートが欲しいなとかボールペンが欲しいなとか、なんだろう、他はなんだろう、いろんなものがある中で一つ一個欲しいって思った時にオンラインでね見てると、あ、なんかどれもよく見えるし悪く見えるしみたいな、すごく悩ましくて、で実際ね、お店にその文房具屋さん、大きな文房具屋さんとかにわざわざね行って、手間も時間もかかるし、欲しいのなかったら無駄足になるしとか思ってたんですけど、実際お店に行くとね、あ、これいいじゃん、これでいいわって割とこう、あ、これこれってなるんですよ。なんかオンラインで物を買うのってすごく便利なんだけど、めちゃくちゃ買えるものが多すぎて逆に不便なんじゃないかなって最近思い始めています。こんにちは、中地です。関係ない話からスタートしました。今日は作業芸の話をしたいなと思って動画を回しております。で、ちょっとね、友人と話してる時に作業芸の話をしてて、作業芸って言葉はよく使いますよね。で、作業芸って僕好きだと思ってるんですよ、自分で。ちまちまなんかいろいろやりながら、こうコツコツやるタイプのやつ。で、ただね、作業芸とか好きなんだけど、作業を感じるとすごく嫌だなって、なんかこれすごい作業だなって感じると急に冷めちゃうみたいな時もあるんですよ。で、なんでだろうなって考えていこうという雑談になりますので、よかったらのんびり聞いていってください。もちろん持論のお話なので、僕はそう感じないとか、僕はこういうのを作業と感じます、作業芸と感じますとかあればコメント欄書いていっていただけると嬉しいです。今ね、いろんなゲームを遊ぼう習慣、いや、年間かな。クリアまでいろんなゲームを、短く終わるゲームをね、いろいろ遊んでて、その中でね、僕が気になってたレイクというゲームを遊んでおります。これ簡単に言うとね、配達するゲーム。主人公の女性が、お父さんお母さんが、田舎に住むお父さんお母さんが旅行に出かけると。で、その間、空いた家をね、ちょっと行ってほしいと、2週間田舎に帰って、でそこでお父さんがね郵便配達をしているので、彼女もお父さんの仕事を手伝うという意味で田舎で2週間郵便配達のお仕事をしながら、まあ昔住んでた場所だからね、顔なじみの人がいたり、でも20年ぶりぐらいに戻ってきて、でこの街に何があったんだろうとか、私がいない間に何があったのか、お父さんの仕事はどんな感じなのかっていうのを探りながら2週間の休暇を楽しむ。まあずっと仕事させられるんだけど、うん、そういったアドベンチャーゲームかな。うん、それを遊んでおります。で、最初はね、こののどかな街で郵便配達をするのすごく楽しかったんですけど、毎日毎日配達して、で家帰ってちょっとイベントがあって、で朝起きるとね、すぐまた配達のパートになるんですよ。で若干ね、すごく作業を感じてきた頃にちょっと思ったんですよ。
作業芸って僕好きなはずなのに、なんか作業を感じてすごく苦痛だなーって若干思い始めたんですよ。で、なんでだろうなーって、この淡々とした作業好きなはずなのになんでだろうなーって考えていくうちに、そもそも作業芸ってなんだいっていう疑問にちょっとたどり着きました。で、軽く調べるとね、結構曖昧なんですよね。悪い意味合いで使われることの方がちょっと多いっぽい、調べるとね。で、今回頭にも言いましたけど持論なんで、で調べるといろんな人のね意見があって、感じ方はまた人それぞれかなと思うんだけど、うん、悪い意味合いとか良い意味合いで使う人が結構いたなという感じがしました。で、自分の中で作業芸って言われるとなんかあんまり悪い意味がなくて、ちまちま水やりして畑を大きくしていくスターデューバレー、僕が大好きなゲーム、農場シミュレーター、牧場物語みたいなゲームなんですけど、スターデューバレーとかマイクラも作業芸に近いのかなと思うので、鉱石取ったりね、整地ひたすらしてみたりとか、すごいちまちました作業を繰り返していくゲームかなと。あとはまあ終盤に差し掛かるとそうなるんだけど、ハクスラ系とかね、装備をこうルーティングするゲームとかのエンドコンテンツとかは、もうひたすらもう見知ったコンテンツにさ挑んで、いい装備落ちないかなって、ひたすらハック&スラッシュするとか、その辺も作業芸になるのかなっていう気がしています。ただここでなんかめちゃくちゃなこと言いますけど、そもそも作業のないゲームなんてないよねっていう気がしたんですよ。当たり前なんだけど、作業がないゲームなんてないよって思っちゃって、うん。なので僕はちょっと極論なんだけど、作業ゲーって言葉を使うのをちょっと控えようかなって思っています。うん、そう、なんかね、作業芸って自分でね簡単に使ってたんですよ。これ作業芸でなんかちまちま楽しいよみたいな。でなんか作業芸ってなんだろうって考えてたらね、作業芸っていう説明の仕方ってよくねえんじゃないかってすごく思ってしまいました。なんかね、仕事っぽいゲームとかだったら作業芸って言っていいのかなとかね、もうわけわかんなくなってきたんで、うん。で、僕が思ってた作業芸ってなんだろうっていうのを、もうそもそも作業っていうものが当たり前のようにあるゲームで、どういうのを僕は作業芸と感じていたのかっていうのを考えたんですけど、ゲームの文法としてさ、目標とか目的、行動、報酬っていうのがあるじゃないですか。ゼルダの伝説で例えると、目的、このダンジョンをクリアしよう、行動、そのダンジョンに入って謎解きをします、で報酬、ボスを倒せました、アイテムをゲットできましたっていう、あっち行ったら何かあるかなって行って、何かあった、やったっていう、そういう目標とか目的と行動、まあ目的って言おうかな、目的、行動、報酬の連続で成り立ってると思うんですよ。で、その中の行動の部分ってどのゲームも極論作業かなって思っております。うん、思った、ちゃんと考えたらね。うん。で、このバランスが綺麗に取れてるか、あとはちょっと今図式で音だけ聞いてる方もいると思うんですけど、図で表示してみるんですけど、この目標、行動、報酬の大きさとか矢印の長さのバランスが取れてると、大体のゲームは面白いゲームっていう風になるんじゃないかなって思っております。で、僕が好きだと思っていた作業ゲー、まあスターデューバレーとかそういうのですけど、目的、行動、報酬っていうのが小さいんですよ。一個一個の目的も行動も報酬も大したものはもらえないんだけど、すごく小さいながらに矢印も小さくて、目的、これやりたい、じゃあこう行動してみました、そしたら報酬が手に入りました、種を植えた、水をあげた、しばらくしたらすぐその作物が育ちました、回収します、お金が手に入りました、じゃあこのお金で次、じゃあまた多くの種を買って畑をちょっと大きくしてって、この畑を大きくするっていうところもちょっとポイントだと思ってて、
次から次へとやりたい目的が出てきて、行動とか作業をこなしている感じがするから作業芸に感じてるのかなって。うん、実際作業の部分って小さいんだけど、普通のゲームに比べて目的行動報酬の行動の部分が小さいから、実際そんなにガツガツやってる気はしないんだけど、それがぐる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 ずっと回ってるから、うん、で目的とか報酬とか、報酬はちょっとさ目に見えて欲しいなーって待機してる部分もあるけど、目的ってこうボン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 出てくるとあんまり意識せず次々とやっちゃったりするじゃないですか。あとは並行で作業を進めたりさ、マイクラなんかそうだよね。鉱石取りに行ってるけど石も砂も集めちゃうみたいな、そんな感じにちょっと近いかなっていう。うん。これがねすごく楽しいなって僕が思う作業ゲーって呼んでたのは、こういう感覚が狭いゲームのことなのかなって思いました。うん。でこのバランスがちょっと悪いとどうなんだろうっていう気がしてて、今回僕が動画にしているレイクというゲーム、これね最後は褒めるんですけど、今はちょっと作業を感じてしまったところでちょっとお話ししたいんですけど、結局目標は仕事をこなしたいで、住民との対話をしたいんですよね。配達している最中に住民とお話ができるんですよ。それが報酬になると思うので、その目的のために、うん、違うな。なんて言ったらいいんだろう。この場合の目的は、配達か。小包を住民の家に届けるという目標があって、行動っていうのが、車を運転して、一軒一軒回って手紙をひたすら配る。小包を渡す。その先の報酬が、お客さんとの対話、顔なじみの人とのイベントっていう感じだよね。で、この行動の部分が一個なんだよね。もう配達しかない。もうひたすらに配達して配達して、で、お客さんとかね、もうだんだん顔なじみになっていくんで、あ、この人のとこに配達したらイベント起きるかなとか、好きなとこに配達するわけではなくて、こう指定されてるんですけど、そこに行ったら、あ、どうもどうもって、こんにちはってなるんですよ。ただこの行動の部分がずっと一種類だったんで、単純に言っちゃうとちょっと飽きてきちゃうというか、同じことの繰り返しで作業感が強くなっちゃうなっていうのは正直感じました。うん。なんかね、難しいんだけどね、同じことの繰り返しで飽きるって他にも要因があると思うんだけど、同じことの繰り返しするゲームって他にもあるんだけど、面白いものもあるし、面白くないものもあるし、でも個人的には、その、スターデューバレーとかマイクラの例で行くと、やっぱりね、その行動に対して、報酬に対して、起こせる行動っていうのが複数個用意されてる。方が僕は好きかなと。例えばスターデューバレーとかで作業感を感じるっていうのは、毎日水やりしてアイテムを育てて作物をね、で出荷してお金を手に入れて、でお金を手に入れたら施設をちょっと強化してっていう風にしていくんだけど、そのお金が必要なんだよね。でお金を必要としてて、それに対してお金を貯めなきゃいけないんだけど、お金の貯め方はいろんな種類があるんですよ。いろんな方法が。うん。そこで例えばもうひたすら作物を育てるだけ、一種類の作物を育てるだけとかだったらしんどいし、スタディオだったら釣りをしてお金を稼ぐとか、またまあ鉱石を掘りに行ってそれを売ってお金にするとか、手段がいろいろ用意されてるんですよ。しかもそれはすごく短いスパンでクリアできる行動の、うん、ものになってるんで、ちょっと伝わってるかな。うん。今回やってるレイクに関しては、まあ、僕は好きなんだけど、こういうワンコンセプトのゲームは。うん。ただ、ひたすら朝起きたらまた配達、また配達。で、車、ブーンって運転して、降りて、小包み取って、
渡して、で、全然会話にならない人もいるんですよ。配達して終わりっていう人も。うん。その中でね、少し作業感が強いなって感じてしまって、うん。ちょっと一瞬、しんどって思っちゃった瞬間もありました。ゲームにおいて自分が作業を感じてしまう時間ってなんかありますか？皆さん、ぜひコメントで教えてください。レベリングしてるとか、レベリングしてるときすげえ作業を感じるとか。でもそれが楽しい人もいるよね、レベリングしてるときが。僕はちょっと苦手ですね。うん。なんで人それぞれだと思うので、ぜひ教えてほしいなと思うんですけど、なんかね、シナリオとかで言われる時もね、僕結構作業を感じてしまう時があって、なんか4つの塔を落としてきてくれとか、ここで3つの宝石を各エリアで集めてきて私に届けてくださいとか、なんかね、数がね、ボンって増えるとね、なんか急に作業を感じません？一人の人から、人でなくてもいいや。クエストとかで、何箇所の祠をクリアして戻ってこいとか、なんか、一個クリアしてこいって言われるのを4回言われるより、一個のクエストで4つやってきてって言われた方が、うわ、めっちゃ足踏みって。思っちゃうんですよ。ここですごい、ああ、もうこれクリアしなきゃ進まないんだね、つって、作業を感じてしまうんですよ。シナリオがいくら面白くても、なんかね、不思議だよね。でも僕はあんまり好きじゃないんですよ。一箇所のクエストで、なんかいろいろ回ってこいみたいなの言われると、えぇ、めんどくせえって、なっちゃう。うん。それに似てるんだけど、明らかにワイドになったエリアに着いた時とか、アサシンクリードじゃないや、ラストオブアス2が僕ハマらなかった理由って、そこが一つあって、なんかワイドリニアっていう言われ方をするゲームがあるじゃないですか。基本一本道わーって進んで、ちょっと広いフィールドに出ました、でここで探索をして、また細い道に入っていって、広いエリアに行って探索して、細い道でつながってるみたいな。これもね、僕ちょっと苦手ですね。あ、ここでちょっとなんかいろいろしなきゃいけないんだなって感じちゃうんですよね。オープンワールドもじゃあそうじゃないって話なんだけど、オープンワールドはある程度移動に制限がないから、うん、めんどくさかったら別なところ行ってちょっと遊びに行ってもいいんだけど、ワイドリニアだとそのエリアで何かこなさないと次に進めないんですよね。うん、それがね、僕あんまり、数を遊んでない、ワイドリニアのゲームをあんまり遊んでないから、面白いものもあると思うんだけど、僕は今んとこすごくこう作業感を感じちゃうというか、足止めを食らったっていう感じ。またちょっと違うのかな、作業感が強いと思ってんだけど、足止め食らってるだけなのかな。でも足止め食らったっていう気持ちでいると、そこのクエストを消化するのはすごく作業に感じちゃうんだよね。うん、先に行きたいのにってなるんですよ。だったら完全リニアな方が僕は好きなんですよね。超一本道だ。ラストオブアス1のマップはすごく好きなんだけど、まあラストアス1もめちゃくちゃリニアかって言われるとそうじゃないんだけど、リニアだと思うんですよ、あれは。ただ2は明らかにフィールドがゴンって広がってワイドリニアになったんで、うん、1は好き、2はあまり好きじゃなかったっていうのはちょっとあります。でもう一個ちょっと関係ない話なんですけど、僕ラスアス2今話に出したんですけど、ラスアス2ってね、ちょっと進めんのは嫌だなーって思いながら遊んでたんですよ。もうだいぶ経ったゲームなんであれなんですけど、僕はあんまりハマらなくて、シナリオに。で、もうちょっとやれば面白くなったってみんな言ってくれるんですけど、なんかね、あーもういいかなーってちょっと冷めた視線で遊んでたんで、なんか
さらに作業を感じてしまったのかなっていう気がしました。ゲームプレイを楽しむっていう以前に、なんかシナリオに魅力を感じなかったから、さらにこう足が進まなかったっていう感じだったのかな。うん。で、さっき僕がずっと喋っているレイク、今回ね、配達するゲーム配達ずっと毎回しててめんどくせえなって思ってたんですけど、1週間を超えて、これ2週間期間、2週間のうち日曜日は休みだったかな、うん、なんで6、6の12日間は多分配達があるんですよ。最終の方はわからないんだけど、これやっててね、すごく面白いなって、この感情面白いって思った話をしたいんですけど、仕事中さ、こうお届け先の人との交流があるわけですよ。今日の夜会いませんかとか、次の金曜日の午後空いてますかとか言われて、で断ることもできるんですけど、あ、いいよいいよって、うん、じゃあこの今日の仕事終わったらちょっとダイナーで食事でもしながら喋ろうかとかいう約束ができるんですよね、そのイベントで。でこれってすごくその日の仕事を終わらすモチベーションになるなっていうのがあって、仕事楽しくてしょうがない人もいると思うんですけど、めんどくさいじゃん基本的には仕事って。でもなんでそれを乗り越えるかっていうと、まあお金を稼がなきゃいけないとかいろいろあるけど、なんか帰ったら、まあ、僕らゲーム好きとしてはさ、帰ったらあのゲームの続きをやるんだとか、今日仕事終わったらうめえもん食いに行くわとか、何かさ、こう次につながるモチベーションがあったりするじゃない。あとは自分でそういうご褒美をさ置いといたりして、うん、なんかそれをね、このゲームが意図してるかわかんないんだけど、すっげえ単純なんですよ。単純な配達なんだけど、こう、あー、まあそうで、朝ね、早朝ラジオ聞きながらだよ、そのバンに乗ってさ運転しながら、今日も配達かって思うんですよ。あのロールプレイしてるわけじゃなく、プレイヤーとして、あー配達するのかめんどくせえなーって思いながら、またこの作業かーってやるんだけど、こうその時にね、ちょっと面白い話あるから仕事終わり大丈夫、時間あるとかいろいろ約束されると、あ、よしよし、じゃあ今日の仕事終わった後はこの人とご飯だなとか、そういうのがね出てくるんですよ。そう、その報酬の部分が行動の最中に見せてくれるんですよね。なんかすげえ仕事っぽーと思って、これやってる時に、そのジョブシミュレーターっていうゲームではないんだけど、これはこの一つの街の中の小さな物語を見せるだけだとは思うんだけど、このゲームの中にすごく仕事を感じれて、僕の中でめんどくせえけど終わらせたらご褒美があるっていう、そのなんか現実をリンクするこの不思議な感じ。何でもいいんですよ。もう家帰ったら、今日仕事だりえって、家帰ったら絶対寝るとかさ思うじゃん、仕事中にマジで爆速で寝てやるわとか、なんかそういう自分でご褒美を設定している時あるじゃん。それにねすごく似てるんですよ。終わった後の楽しみがあるっていう、それをね感じてからね、急に面白くなった、またこのゲームが。うん、そんな感じなんか取り留めもない話でしたが、そう、なんか作業感はもちろんゲームでは感じるんだけど、なんか作業芸っていう言葉はあんまり簡単な言葉じゃないなっていうのに気づけたお話でしたね。うん、ちょっと安易に使っていたなと、作業芸と、うん、作業のないゲームなんてないよねって。だ、説明するときは、いや、めんどくさいけど、ちょっと作業感強いゲームだよね、とか。うん。朝くり、なんで俺すぐ朝くりって言っちゃうんだろう。朝くりの呪いに侵されているんだが、モンハンとかね、モンハンも作業感の強いゲームではあると思うんですよね。そう。ただ作業芸かって言われると、
どうなんだろう。そのアクションを楽しむ部分もあるからね、アクションって一回限りじゃないじゃん。何度も何度もキャラクターを動かして初めてこう面白くなっていくじゃない。その一期一会の一発限りのアクションで楽しいとはならないと思うんだよね。そのキャラクターをうまく動かすとか装備を整えた時にこういう動きして気持ちよく倒せたとか、そういうのがあるから、うん、作業感は強いんだけど作業芸ではないよねとか、うん、難しいよね。なんか作業芸っていう言葉はもう使わなくていいんじゃないかなって思っちゃいました、僕の中でね。うん、いやそんなことないよ、こういうのは作業芸だよとか、いろいろご意見ありましたらぜひまたコメントに書いていただけると嬉しいです。うん、ちょっとこの話ができてよかったです。ずっと喋りたいなと思いながらレイクを遊んでいたので。ちなみにレイクは Steam もしくは Xbox ゲームパスで遊べますので、ぜひ気になった方は遊んでみてください。すごく癒されますよ。うん、それでは今回はこの辺にしようかな。意外と長くなっちゃったね。うん、じゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。